この町は昔から海の恵みを糧として海と共に暮らしてきました。京都府与謝郡伊根町、複雑な海岸線、ギリギリまで海に迫る山裾、切り立った崖、人はそのわずかな領域で生きることを選びます。稲の船屋、昔船の納屋と書いて船屋と呼ばれていました。その名の通り、暮らしを支える大切な船を海から直接引き上げ収納できる住まいです。船屋は5キロメートルほどの湾に沿って230軒余りが残されています。海に寄り添い、海を受け入れて、船屋の暮らしは脈々と受け継がれてきました。海と共に生きる知恵と歴史、ここに美しき日本があります。